こんにちは、柴田です。今回ご紹介するのは、ルナシーのイノランさんのモデルになります。シックでめちゃめちゃかっこいいですよね。イノランさんは2011年に、フェンダーカスタムショップからシグネチャーモデルをリリースしております。そちらのシグネチャーモデルは、なんと55万円。さすがフェンダーカスタムショップですね。到底ちょっと手の届かないような価格なんですけれども、そのシグネチャーモデルをですね、日本製でみんなが手に取りやすいような価格帯に抑えたのがこちらのフェンダージャパンのジャズマスターイノランモデルです。定価では15万円ぐらいみたいです。普通のジャズマスターと比べてすごくシックで大人っぽい雰囲気ですよね。ちょっと比べてみましょうか。こんな感じです。べっ甲柄もね、めちゃめちゃかっこいいんですけれども、このゴールドのね、ピックガード、これね、めっちゃかっこいいです。実際に見るとね、存在感がね、すごいんですよ。通常のジャズマスターと何が違うかというと、この見た目、先ほどお伝えしたピックガードとかが違うんですが、ここにですね、バズストップバーが最初から取り付けられております。通常のジャズマスターはこれはカスタマイズで付けるようになっております。それが通常の仕様でついていると。これはテンションバーみたいなものかなというふうな感じがするんですけれども、弦落ちをね、しっかりと防いでくれるというところで、非常に便利なアイテムですね。結構ね、ジャズマスターは使ったことある人わかると思うんですけれども、弦落ちがね、なかなか悩みなんですよ。このバズストップバーをつけると弦落ちを防いでくれるけれども、アームがなんかちょっと使用しづらそうな感じはします。このボディシェイプだったり、あとネック、通常のジャズマスターと同じように見えるかもしれませんけれども、ネックがね、結構違いますよ。イノランさんのオリジナルシェイプになっているようで、よくあるタイプの C シェイプなんですけれども、通常のジャズマスターよりも若干細くて、厚みも少し薄くなっています。これはね、握った感じにすぐわかるぐらい、通常のジャズマスターとネックの違いはあります。どれぐらい違うかというと、12フレットの幅で調べると、通常のジャズマスターが 53mm ぐらいなのに対して、こちらのイノランシェイプのネックは12フレットで 50mm、 約 3mm ほどですね、細くなっております。そして幅も薄くなっているので、非常に日本人の握りやすいような形になっているんじゃないかなと。そういう細かいこだわりってめっちゃいいですよね。そこがアーティストモデルの非常にいいところだと思います。そしてボディはアルダー、ネックはメイプルで、指板はローズウッドということで、そのあたりは通常のジャズマスターと同じです。このギター、ピックアップはですね、フェンダーのヴィンテージがついているようで、非常に温かみのある綺麗な音がします。ネックも握りやすい、音も温かみがあって非常にいい。そしてこのシックなデザイン、アーティストモデルというと結構ね、ド派手なものが多かったりとか、結構オリジナリティの主張が激しいじゃないですか。そういったアーティストモデルとは違い、限りなくオリジナルのジャズマスターに近いけれども、こだわり要素がちょいちょいハマっていると、そういうところがね、これの非常にいいところだと思います。ではこれから音を鳴らしていくんですけれども、イノランさんはですね、ライブ映像を見ておりましたら、なんとピックアップはですね、フロントを使用しておりました。この後の音出しではいろんなピックアップ試してみますが、フロントの音注目して聞いてみてください。そしてルナシーのジーザスイノランパートを弾いてみた動画も上げておりますので、ぜひぜひそちらの方もですね、ご覧いただけたらと思います。
Thank you.